こんにゃんにゃんにゃ。おねこももでーす。これかわいいですよね。ねこたにそっくり。来た来た来た。ねこたー。ふい。映ってないねこた。ねこたもおはようございます。今ちょっと朝ですね、まだ。おれ。朝でーす。おはようです。今日はちょっとお家にお客様が来るというか、ソフトバンクの光にインターネット変えようと思ってまして、今日工事に来るんですね、午前中に。で、ねこたがおそらく暴れると思うので、その間ちょっと3時間ぐらいかかるみたいなんですけど、ケージの中にちょっと入っててもらおうかなって思ってます。で、最近ちょっとケージあんまり入りたがらないので、お留守番の時にちょっと入ってるぐらいなんですけど、私ほとんど家にいるのであんまりケージに慣れてないんですね。で、今日は3時間以上入っていられるかなってちょっと心配なので、ケージの中に猫たの大好きなおもちゃたちを入れておびき寄せるというか、で、ケージの中でも退屈しないようにちょっと遊ばせようかなって思ってます。で、今からケージの中に入れたいおもちゃなんですけど、猫たのお気に入りのものがあるんですね。猫たのお気に入り、まず1個目、うさぎさんです。こんな、このぐらいの小ささ、これいつも抱っこして転がして遊んでますね。転がして抱っこして。で、あとはこれも猫たの大好きなおもちゃです。猫たと同じ黒い猫ちゃんなんですけど、なんだろう、一握りっていうか、これいつも加えて走ってますね。いつも動画で収めようと思ってるんですけど、カメラ回したら口から離しちゃうので、加えて走ってるところまだ撮影できてないです。猫楽しきな猫ちゃんで、3つ目、あった、ネズミさんも入れてみたいと思います。これ100均で買ってきました。これも100均で買ってきたんですけど、コロコロ転がすやつ、音が鳴って楽しいですね。これなんかセットでボールが3つぐらいとこれのセットで売ってたんですけど、ボールは猫とか転がしていってどっか行っちゃいました。で、これだけちょっと残ってます。で、これでちょっと猫たケージの中でも退屈しないように遊んでいこうかなって思いますね。1階にこれ、これ、どうしよう。じゃあ2階、これちょっと、これ入れときます。猫たケージに入ってみて、ほら、おもちゃあるよ。入ってみて。どこちゃった今工事中なんですけど、砂嵐にあってます。砂嵐トイレの砂だらけになってます。恐ろしい猫たん、恐ろしい。待っててね。おー、怖い、怖いですね。泣いてる。うん、
お、カメラやられました。カメラ赤ってれー。お利口さんに待っててください。寝てていいよ。声が聞こえるね。声が聞こえる。では、あの業者さん帰られました。で、なんか猫田が工事してる時すごいおとなしくて、意外とビビりなんだなっていうことが分かりましたね。なんか私の前ではやんちゃぶりを見せるんですけど、お客さんが来たら借りてきた猫状態になってて、多分工事の音が怖かったんだと思います。おとなしくなってて最後は寝てましたね。なんかあれお利口さんじゃんって感じでした。猫たバイバイしよう。おいで、おいでおいでおいで猫たまたさようならしよう。はい、はい、おいでおいで、カメラカメラカメラ、今ちょっと脱走して小屋から出られたからちょっと喜んでますね。おいで、暴れてる。抱っこでバイバイで、あっちからバイバイでいいですかね。あっちからバイバイって見えます？ちょっと遠いんですけど。猫たおいで、じゃあちょっと抱っこしてきます。やっほーい、やっほーい、さようなら。今日は猫たも頑張りました。お客さん来てましたね。今ちょっと外に出れた開放感、ケージから出られた開放感でちょっと元気になっています。猫たバイバイ、みんなありがとうね。じゃあね。ではマスクです。チューしてもらってます今。やったー。ダメだ。じゃあ今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。